こんにちは、キラです。今回は、ゴールド投資をして2年が経ちましたので、その、ね、損益を公開しようと思います。で、なんで今ゴールドかっていうと、今回ね、ゴールドの価格が急上昇しています。で、それは市場崩壊の保険として皆さんゴールドを買っているのかなと思いますので、ゴールド全く馴染みがない人にとってもちょっとね、興味が持てるような動画にしたいと思っています。はい、で今日の悩みっていうのは、最近ゴールドの価格が非常に急上昇しております。まあ、何があったのということと、まあ、なんで価値が上がったのということです。で、最もらしい理由っていうのは市場崩壊、つまりクラッシュかと思います。で、金は安全資産と位置づけられておりますので、まあ、皆さんゴールドの方に資産をね、移しているのかなと思っています。はい、なので今日の内容っていうのは、まずゴールドの運用成績を公開して、まあ、ゴールドを保有する目的、なんで私が買ったのかっていうことですね。で、もしあなた自身がゴールドを買おうとしたら、それはいつなのか、そしてどれぐらい買ったらいいのかということをご紹介しようと思います。今日の動画を最後までご覧いただければ、まあ、ゴールドを投資手段として考えることができたり、まあ、それによって資産を守れる方法が学べるかと思います。で、その結果、資産のね、変動、つまり増えたり減ったりするっていうね、その大きさな、大げさな変動っていうのを抑えることができますので、ぜひ気になる方は最後までご覧ください。はい。で、私自身は、本業会社員なんですけど、このようにね、投資をコツコツとしております。で、株式だけではなくて、今回のようなゴールド、コモディティですとか、債券、FX、暗号資産等々もやっています。で、5人家族でございまして、生活費はだいたい300万円ぐらい。で、今資産は8桁まで増えてきておりまして、年間あたり最低でも350万円ぐらいは増えているんじゃないかなと思っています。はい。で、私、ノートをやっております。メンバーシップとして投資家の裏側というものをやっています。月額300円ですが、初月無料で、1000万円超の売買内容を即日、または翌日に公開しています。で、それ以外にもですね、何かイベントがありますとミニコラム等々も書いています。で、今回のようなゴールドが急激に価格が上がった件もですね、記事にしておりまして、まあ、最低でも月4本以上の記事を書いています。初月無料ですので、ぜひ気軽に遊びに来ていただけると嬉しいです。では本題に入っていきましょう。参考になりましたら、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。なお、投資は自己責任、自己判断でお願いします。それでは始めていきましょう。はい。で、これがですね、私自身のゴールドの損益です。約2年前に買った2021年の2月25日、この時にですね、SPDR ゴールドというですね、ものを買ったんですけれども、まあ、結論を言うとですね、35% ほどの利益になっています。今ですね、だいたい評価額が41万円ということです。それではですね、ここ直近の5年間のチャートっていうのを見てみましょう。ゴールドですが、ここ5年間で 44% もですね、価値が上がっています。で、価値が上がっているのは2019年の、まあ、途中からぐんぐんとですね、こういうふうに上がっていって、まあ、多少ここ直近2年間ぐらいはジグザグしていますが、まあ、5年間で 44% の増加。で、私自身が買ったのが2021年の2月ですので、まあ、このあたりですかね。まあ、結構タイミングとしてはいい時に買えたんじゃないかなと思っていますが、そこから、ちょっとね、今 35% ほどの利益が出ているということです。でも、もっと長いスパン、18年間どうだったかというと、310% もですね、価値が増えてきております。で、何がきっかけで一番上がったかというと、まあ、このリーマンショック以降ですかね。リーマンショック2008年の9月ぐらい、まあ、このあたりですかね。から、一回ちょっと下がりましたけど、そこからね、ぐんぐんと上がりまして、非常に高い値を保っています。そこからまたショックがね、和らいだ数年間はちょっとね、下がってきましたけども、まあ、ここ最近また上がってきたという感じです。まあ、これを言えることとしては、まあ、長期的な10年以上のスパンで見れば、金というのもですね、ちゃんと価値が上がってきているということです。では、ここ直近で何があったのということですが、多分シリコンバレーの銀行 SBV、これの破綻が大きな原因かなと思います。ここ数ヶ月、こういうふうにですね、大体あんまり価値はですね、上がったり下がったりということで、そんなにですね、大きな変化はなかったんですけれども、まあ、2022年の途中からですね、FRB の利上げとともにですね、大体こうちょっと下がってきました。なんでかっていうと、まあ、ドルと
ゴールドというのは大体逆相関と言われていまして、利上げが進む、つまりドルの価値が上がると金の価値は下がるということで下がってきました。でただ、最近ちょっとグッと上がってきまして、何がきっかけで一番大きくジャンプアップしたかというと、多分シリコンバレー銀行の破綻が大きいかなと思っています。シリコンバレー銀行の破綻があってからですね、急激にここ数日で 8% の上昇に至りました。では、ゴールドの保有目的って何なのかというと、大きく分けると3つあるかなと思います。1つ目がショック時の保険。そして2つ目が有限で価値が下がりにくい。そして3つ目がドル資産の保険です。で、今回ゴールドの価値がぐっと上がった理由は、多分このショック時の保険かなと思います。もっと詳しく言うと、シリコンバレー銀行の株、もしくは銀行株、これらを売ってゴールドの方に資産を移すと。ゴールドを買い直すといった動きが増えたのかなと思います。でゴールドは比較的に安全資産というふうに言われているので、今回みたいな有事の時、まあ、何かイベント、ハプニングが起こった時には、ゴールドが買われるということです。よく有事の金というふうに言われます。では、過去の事例を見てみようと思うんですけれども、リーマンブラザーズが破綻した2008年の9月ですね。この時にもゴールドは結構買われたかなというふうに思われています。リーマンブラザーズの破綻というのは2008年の9月に起きたんですけれども、青がゴールド、そしてピンクが S&P500 です。まあ、この時にもちろん株はですね、ぐんぐんとこう下がってしまいました。で、ゴールドも一旦ですね、こうぐっと下がるんですけれども、まあ、その後すぐにですね、こう回復しているということです。なので、このように有事の時にっていうのは、ゴールドは比較的買われやすいということがあります。でもう2つ挙げました価値が下がりにくいということとドル資産の保険というものは以前のですね知っておきたいゴールドの基本という動画で挙げていますのでよければこちらの動画をご覧ください。では実際ゴールド買い時はいつなのということですが、まあ私自身の結論としてはドルコスト平均法でまあコツコツ買うか、まあ、直近の安い時に買うというのがいいかなと思います。で今はですね買い時ではないと思います。このようにぐっとですね価値が今上がっていますけれども、ここ直近で見るとほぼ最高値ですね。こちらは過去大体5年ぐらいのチャートを持ってきていますけれども、まあ、一番高かった時はこの2020年の、まあ、7月8月ぐらい、この時とまあほとんど変わらない価格まで今上がってきていますね。なのでこの時にちょっと買うのは高すぎるかなと思います。もちろんね、ドルコスト平均法で今から買うっていうことはありだと思うんですけれども、今大金をですねゴールドの方にガッと移すのはちょっとあまり賢い選択ではないと思います。まあ、私自身の感覚としては、まあ、大体170ドル以下、大体直近の2、3年ぐらいの平均以下ではちょっと買いたいなと思っています。なので今逆にですね、私自身のように、まあ、金をですね、この時に買ったとか、もっと安い時に買ったっていう人に比べると、そういう方からするとですね、今逆に売り時かなと思います。では実際どれだけ持ったらいいのということですが、レイダリオというですね、世界最大のヘッジファンドを育てた人の、まあ、資料を参考にすると、大体 7.5% ぐらいがいいと言われています。このオールシーズンポートフォリオっていうものが、この世界のエリート投資家は何を考えているのかという本からですね、引用してきましたけども、このポートフォリオはですね、どんな局面でも資産を増やすと言われています。景気が後退しているときだろうが、景気が絶好調なときだろうが、まあ、この割合でポートフォリオを持っておくと資産が増えていくというふうに言われています。で、その中で言われているゴールドというものは 7.5% ということです。なので私自身もですね、大体今はまあ 7.5% ぐらいって言ったらそんな感じです。大体 5% から 10% ぐらいを目安にゴールドは持とうと思っています。で今はですね、ちょっと 5% ちょっとぐらいかな、なんですけど、まあ、もしかしたらですね、今の高値で売ってしまうかもしれません。まあ、私、まだですね、バリバリ働いていますんで、そんなにですね、ゴールドの必要性っていうのはないので、まあ、ぜひ今が絶好のね、チャンスかなと思って、ゴールドは売ってもいいかなと思っています。ただ、これから買おうと思っている人と比べる、人にとっては、将来ですね、大体 7.5% ぐらいを目安に、ちょっとずつ買っていくといいんじゃないかなと思います。はい、ということでですね、今日の視聴者、あなたの結論としては、ゴールド、まあ、ぜひね、保有したいという方ができてきたかなと思います。ただ、今はですね、買い時ではないよねというのもあると思います。ただ一方で、買い忘れそうという心配もあるかなと思います。
で今はですねゴールドにお金が集まって買うにはちょっと高いかなと私自身も思っています。なので今からどうしても買いたいという場合は本当少しずつ買うか、もしくはチャートツールにはですね大体アラート設定がありますので、それを例えば私自身みたいに170ドルにアラートをかけてそこから下がったら買い始めるとかですね、そういうふうにしてもいいかなというふうに思います。今日のまとめです。ゴールドはですね、2年間投資をしまして、35% の利益が出ました。で、ゴールドはですね、安全資産として期待されています。なので、今回みたいなシリコンバレーの銀行破綻、まあ、これによってですね、ゴールドは急激に 8% も上昇しています。で、今は直近2年、3年で見ますと、ほぼほぼ最高値なので、買い時ではないという印象です。なので、もうちょっと下がったらですね、7.5% ぐらいを目安にですね、コツコツと買っていったらいいんじゃないかなと思っています。で、本当はですね、私自身も昨年末の安い時に買ったらよかったかなと思ったんですけど、完全に買いそびれました。なので、まあね、こういう商品というのは、まあ、数年にね、1回、2回でチャンスが来ますんで、まあ、気長に待ったらいいんじゃないかなと思います。はい、ということでですね、おすすめ動画、以前にですね、金のゴールドの動画をもう一個作っていますので、ぜひ気になる方は知っておきたいゴールドの基本という動画を見ていただけると嬉しいです。で、今回はゴールドの2年間投資の結果をご報告しましたけれども、まあ、それ以外もですね、初めて買った投資信託、これを2年間運用したらどうだったかっていうのもぜひ公開していますので、チェックしていただけると嬉しいです。はい、ということで今日もご視聴いただきありがとうございました。まあ、ゴールドというとなかなかね、投資している方でもそんなにね、ゴールドまで手を出している方は少ないかなと思うんですけれども、まあ、私自身はですね、ゴールド今回ですね、かなり高い時になったので、売り時かなと思っています。なので言い換えると、ゴールドをまだ持っていない人からすると、今はね、買い時ではないかなと思いますので、まあ、ぜひ焦らずにですね、ちょっとずつ買っていくのがいいかなと思います。もしくはちょっと辛抱強く待って、そして、将来ね、もうちょっと安くなった時に買うというのがいいんじゃないかなと思います。はい、今日の動画は以上でございます。今日もご覧いただきありがとうございました。今日も良い一日を。